皆さん、お待たせしました。いっちゃん、改めて鈴木一成です。でもさっきの演奏があまりも素晴らしくてですね、ちょっと急遽助っ人を頼んでしまったんですけど、本当良かったんですか？いや、ちょっと何やってる黒歴史になりますか？ちょっと、大丈夫、俺にやらない。そう、音楽なんて結局アドリブですよね、皆さん。アドリブの結晶が音楽になってくださいね。大丈夫ですね。さっきより緊張してるでも誰より緊張してるのは俺だって覚えてるみんな結構ビビってるから。バレるの飲んでね。さっきの一番目の人たち結構良かったっけ。まあ良かった、すげえ良くてそれが良くて俺もさ頼んだね、一番目の人たちにちょっとサブだけどよろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。ちょっと暗めの曲から始まりますけど、そこが皆さんのモチベーションで盛り上げていただけたらと存じます。では曲名、題名、題名何がいい？つけていいよ。ちょっと暗めのやついってね。ベラルナ。ベラルナ。どういう意味それ？リンゲスとかそういう意味？ビューティフルムーン。じゃあ、らしいっす。ビューティフルムーンです。OK。もちろん、もちろん。好きな時に入ってね。好きな時に。おげさん、おかわりください。おい、よっ。なんかまあ、カジヤ。カジヤ、ベローじゃなくて、ベローじゃなくて。言葉だけ、あんたの言葉だけ、ねえ、言ってよ。あんたの言葉だけ。
Every star is aware of the color of our town. Every
ビバプリ聞いたとか言われるんですよ。ビバプリ聞いたみたいな。Thank you.
more money, and more money, give me more money. Aye, yeah, I don't give you more money, give you more, and no cover. Aye, yeah. こんにちは。鈴木一世、ちょっと黙って。鈴木一世、改め。ああ、黙れ。命令系になっているんだな。ありがとう。椎名一世です、私。実は、
あやす。3年前ほど前にカルボネカリ、カブロネスカリエンテスというハードロックバンドやってましたね。僕ドラムでやってたんですけど、まあ、解散してしまいましてね。はい。それで、まあ、ソロでやっていこうかななんてね思いまして、でまあ打ち込みで頑張っていってですね、本日こけら落としということで皆さんありがとうございます。そのカブロネがやった発売もボッパーズでした。本当ボッパーズにはいろんな思い出があって、店長本当サンキューです。いっちゃ。ありがとうございます。それで、今回やる1曲は4月からですね、いろいろライブハウスでやっていこうと思ってるんですけど、その中でも一番反応が悪い曲をやりたいなと、はい、あえて挑戦、はいはいはい、でも気に入ってるみたいな、うん、みんなそう彼女のこといろいろ言うけど俺は好きだよみたいな、おー今解説してたやそういうとこある俺題名つけてもらいたいんですけど、実はこれだけはついちゃってる。なぜなら本職だから、聞いていただきたい題名はちげえよビバプリンセス2うるせえよ Hold Me Tightly Kill Me Softly。 長っ、この曲長いです。
Oh, it's a trick, it's a trick. Yeah. Oh, it's a trick, it's a trick. Oh, it's a trick, it's a trick. ありがとうございました。